ちは、シャンシャンです。今回は書道上達術ひらがなよの書き方を紹介します。さて、今回のダメダメさんは、あ、それアウトです。煽りハンドル、左に曲がるのに右に曲げてしまっています。あ、それもアウトです。強引、引き回し、筆の悲鳴が聞こえます。左に曲げるのにブレーキを強く踏みながら曲がってしまい、穂が広がってしまっています。まずは手を使って練習してみましょう。まっすぐした押さえ込みを和らげて、そのまま左へ持ち上げて下ろす、お先を押して止め、すっくつとスムーズに、よく練習できたところで書いてみましょう。穂が素直についてくるのがわかります。ひらがなは草書のようですが、あくまでもひらがな、余計な色気を出さずにしっかり書きましょう。線の動きに注目して練習してみてください。ありがとうございました。またの動画で。